確か400馬力出てるらしい。400?100 馬力アップすごいな。だから前オーナーさんもそんなサーキット行かずに軽くたまに流すぐらいなのに400っていうちょっとよく運転席私乗らせてもらいました。じゃあ江崎さん実際乗ってみてどうでした？はい、ということで江崎さんこんな感じで車のラインナップアヘッドモーターサービスとしてありますけど、はい、どうですか？すっごいいっぱいありますね。なんかスポーツカーだけなのかと私思ってたんですけど、うんうんうん、本当にいろんな車あるんですね。そう、実際に、まあ、今回ないですけど86のターボが入ってるやつとかスーパーチャージャーとかすでに改造されてるチューニングされてる車も揃えてたりするタイミングもあるんで、まあ、タイミングが良かったら本当にいい掘り出し物があったりするんで、まあ、今回も実際にすごいチューニングされて本当に正統派な車両もあったりするので、はい、まあ、ぜひぜひ一台一台見てってもらえればなと。はい、いっぱいありますもんね、はい、すごいどれも気になるんですけど、まずどれから見ます？はい、気になるの言ってくださいよ。いいんですか？逆に、なんかこうなると多分皆さんも江崎どれから行くか多分わかると思うんですけど、はい、私やっぱインプレッサー乗ってるんです。こっちのチラチラって見える あのインプめちゃめちゃ気になるんですよね。見てもいいですか？もちろんです。じゃあいいですか？はい、行きましょう。はい、ということで、GRB ですね、これは。はい、かっこいい。山中さん、これ実際どこがあれなんですか？いろいろチューニングされてるんでしたっけ？タービン変わってるんですよ、これ。タービン、はい、はいはいはい。何馬力出てるんですか？まあ、見た目もしかりなんですけど、まあまあ、見た目は確かに私もやだいぶいじられてるなと思ったんですけど、うんうんうん、400馬力出てるらしい。400?すごいね、だいぶいじってるね。だいぶいじってる。しかもチラッと見る感じ、ブレーキも、はい、これ今ちゃんとまっすぐにしますけど、エンドレスさんのこれモノブロックのやつで、サーキットとか走る気満々ですよ。そうですそうです、これ結構高いやつですよ。これだけで 4,50 万ぐらいいってますよね、これだけで。あ、でもフロントだけじゃないですかね、リアも入ってますね。全部入れてるんですね、まあ、きっと4本とも。すごい、結構しっかりいじってあるタイプの車だなっていう感じがします。GRB って純正って何馬力でしたっけ？280じゃん。そんなもんですよね、他のインプと同じぐらいで。そんなもん、300馬力いかないぐらい。100馬力アップすごいな。400だったら本当サーキットとか、まあ、普段乗りとかも全然できますけど、そうそうそう、サーキットとか行きたいって言ってすぐバッて行けるぐらいですよね。そうですね、だから前オーナーさんもそんなサーキット行かずに軽くたまに流すぐらいなのに400っていうちょっとよくわからない仕様で。前オーナーさん気になりますけどね、ちょっと、はい、ワンオーナーでしたっけ？ワンオーナー、まあ、実質的なワンオーナーではあるんですけど、本当に正統派でいじってきてっていう形なの で、ね、だいぶこれもお買い得じゃないのかなというふうには思うんですけど、下手にガチャガチャいじられてなくて、そうそうそう、かっこよくしまっていじり方されてるんで。そうなんです、まあ、せっかくなのでちょっとエンジンルームも見てもらって見て、はい、はい、ちょいちょいいじられてますね、 HKS の。そうなんです、タービンも変わってて、まあ、ブローフついてたりとか、うん、でまあエアーサクションが入ってたりだとか、まあ本当にいじれるところはいじってあるかなっていうような感じですね。しかもエンジンルームほんと綺麗ですね。そうなんですよ。これどれぐらい乗られてるんですかね、距離的には。58,000キロ。58,000キロ、はい、まあ、結構本当に変にガチャガチャいじらないで、ほんと最低限のところでいじるべきとこはいじってって感じで、かっこよくエンジンルームも。すごい、山田さんサービスしてくれて。あと何かポイントありますか、この GRB？ あとはそうですね、基本的に、まあ、吸気は HKS のレーシングサクションが入ってて、はいはい、で HKS のカーボン のサクションパイプがついてて、で GT3 タービンで、まあ多分吸排気は全部 HKS なんですよ。はいはい、揃えてますもんね。そうなんです。であとサスペンションも HKS なんで、はいはい、結構割と HKS で揃えてるのかなっていう感じはするような、まあブローフバルブもそうです。そうですよね。まあそれ以外はいじってないので、本当に最低限のところでしっかりいじるところをいじってある車だなっていうふうに思います。もう買ってすぐ乗れていいですね。そうです。これはもうぶっちゃけこれ買ったら正直他にいじるところがない。ないですよね。まあ、ホイールもそうですし、まあブレーキもそうですし、もうサスペンションもエンジンも。まあ、これ一応やるってなったら多分もうコンプリートエンジンにして、あ、エンジン側いじって、そうそうそう、2.2 リッター化とか、まあ本当それぐらいしかやることがないかなっていうところの車ではあります。
純正からまたいろいろいじっていくとお金かかっちゃいますもんね。そうなんですよ。こんだけ最初にいじられてると。はい、というわけで車内に来ました。はい、入っちゃいました。はい、いらっしゃいませ。初めて。はい、まあ、GLB 自体は結構マウンテンとかしたことあるんですけど、はい、まあ、なんだろう、細かい何その説明とかあんまり詳しくはないので、はい、ちょっといろいろ聞いていいですか。はい、まあ、この車自体も平成19年で、あの、まあ、アプライド A 型に当たる GLB になるんですけれども。はい、ですよね、はい、アプライドもね。はい、ね、あのすごい言い慣れない言葉なんですけど、僕にとってはね。あので、距離は今58,000キロ、まあ今5万9万キロ近いところではあるんですけれども、はい、まあ、前期の車になってて、まあ、あとは説明先ほどもねあった通りで GT3 タービンが入っててとか、まあ、HKS 周りで全部固められてる仕様になってます。で、内装に関しては今これがセミバケ、デカロさんのセミバケが入ってて、あとは、デフィさんの、3連メーター、入ってます。油温、油圧、ブースト系ですね。まあ、あとはあの EVC がついてたりとか。はい。でも本当に必要最低限のものがついてますね。そうですね。はい。まあ、あとは、実はこの車、あのデフもついてるので、クスコさんの MZ タイプのデフがついてるので、もうサーキットバッチリな。行けますね。すぐこのまま行けますね。はい、このままもう本庄サーキットまで行きたいぐらいなんですけど、はい。フリー走行やってたらね、行きたいところであるんですけれども、はい。で、ところで、あとは基本的にはね、ほとんどノーマルです。あとアクセルペダルの、あのプレートが変わってたりとか、っていうぐらいではあるんですけれども、まあ基本的にはね、本当に、パッと中乗っても、そんないじってんのこの車っていうような雰囲気ですよね。ステアリングとかも重視。はい。リアシートがついてる GRB の のが初めてで。確かに私もイメージだと GRB っていう基本的にドンガラにしてサーキット走行のイメージがあるから。ドンガラにしてロールバー組んで溶接して乗ってるんで、あの後ろのシートってあるんだな。後ろのシートちなみに乗り心地どうですか？私も GRB の後ろって乗ったことないからあれなんですけど。意外とね、ちゃんといい感じに座れてます。あ、いい感じ。あ、そう、いい感じ。いい感じ。なるほどね。はい。はい、じゃあせっかくなんで江崎さん運転してみる。え、いいんですか？せっかくだって、それだけスバル車乗りたいって言ってたらもう運転させないわけにはいかないじゃないですか。で、実際に江崎さんの目線からね、ここら辺がモテるんじゃないかっていうのをちょっと聞いてみたい。この GRB のモテポイントを私が運転して、あの WRX を普段から乗ってる江崎さんのためになるモテポイントというところで、あのどういう感じの感想が出るのか楽しみなんですけど、まあ、せっかくなんでね、あの実際に乗ってもらって、はい、あのいろいろ気になるところとか、まあ、実際にいろいろメーターとかもついてると思うんで。そうですね、さっきブースとかいろいろついてたんで、はい、まあ、GDA と GRB だとまずあのキーレス、まあそうですね、はい、まあ、私の車はまあこうなんで、あ、そこも違うんで、まあ、そこら辺の感想もいただきながらね、はいはい、あのやっていこうかなというふうに思います。早速ちょっと運転席、はい、私乗らせてもらいました。 GRB すごい久しぶりに乗るんで、しかも強化クラッチ入っててちょっと演出しょっぱなこいて2人に笑われないように頑張ります。今下り坂なんで大丈夫ですよ。大丈夫、さすがに大丈夫、はい、ちょっとしかもなんか、ね、普段やっぱ車高低かったりとか段差とかすごい気になっちゃって恐怖の江崎さん、魅力を伝えられるように軽くドライブ行ってきます。はい、今日のチキチキ江崎ドライブの時間がやってまいりました。すいません、乗り込めなかったらどうですか、ブレーキとか。ブレーキちょっとまだ1回しか信号で踏んでないからな。めちゃめちゃ効きはいいです。あ、本当。なんかガツンってかかるわけでもなく。ああ。まあね、やっぱ普段からいく乗ってるってことなんか、スバル車とかでもしっかりしたのした感じ。あ、そう。まあスムーズ。乗ってるとでも確かに音はマフラーの音が結構いい感じにしますね。かけた時は結構おお大きいなと思ったんですけど、乗ってるとまあ。ちょっと音をいじってるかなぐらいです。うるさい感じでもないんで。確かに。フレーム来たりとかそういう感じでもないですよね。このあと純正シートがなんかポイントがこうしっかりするクッションが固めなタイプで、すごくこれ乗り心地いい。私も思いました。やっぱり GTA とか B もしっかりしてるはしてるんですけど、なんか革っぽくてかっこいいでしょ。はいはい。これで、なんなら買えなくてもいいぐらいじゃないですか。VAB から俺は座椅子って呼んでるんですけど、あのフラットでフォールド性が皆無な
ただただ高級な座椅子になってる。GRB とか GVB までは結構こうやってホールド性のあるシートだったんですけど、思います。なぜか VAB からは変わっている。してますね。乗り心地どうですか？後ろはちょっと硬い。硬くないでも、すごい跳ねてるんですよ。まあ、横に乗ってでも硬い。硬いのはすごく。けど、まあ、別にその仕様的に考えたら、むしろ、ね、硬い方がいいですよ。まあ、硬いショックが入ってるんで、まあ、それはそうなんですけど。だから、運転席とか前に乗ってるとそこまで感じなかったけど、後ろとかは結構感じるかな。まあ問題はないですね。あとロードノイズも結構入ってはくるんですけど、これ265の 71R のまあほどほどに減ってるのが入ってる割には静かだなって思いました。あ、これ265なの？これ265です。あ、すごい。そうだから、そんだけ幅広くてハイグリップタイヤってまあうるさいじゃないですか。まあ確かに、正直確かに静かなハイグリップはないです。まあ、そう考えてもこの車はだいぶ普通に多分乗ってたら静かなんじゃないかな、純正とか。はい、じゃあ江崎さん実際に乗ってみてどうでした？まあ私もさっきインプレッサ乗ってるって話したんですけど、はいはい、まあ私の GDA とまあ比較してちょっと車内とかもいろいろ喋ったんですけど、まあ、やっぱり馬力がもう400馬力なんで、まあもう全然、まあ、乗ってて楽でしょ、うん、トルクが太かったり全然軽く踏むだけでフッて前に出るから、もっとなんか馬力があるからちょっと乗りづらいのかなと思ったら全然なんかちょらんと乗るの初めてだったんですけど。認識違いますからね。あ、そうですね。江崎さんのと多分何年ぐらいだろう、5、6年違うんで。もうさ、最新です、最新です。はいはい。それ比べると、まあ、だいぶ、完成度が高い車なのかなというふうに思います。そうですね。まあ、運転席もシート、バケットシート入ってて、結構ホールドもしっかりしてて、はいはい、で、足回りちょっとやっぱ硬いなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、しっかりしてて、乗り心地もめちゃくちゃ全然悪いって感じでもなくて、むしろしっかりしてて乗りやすいぐらいですよね。そうだ、シートもね、ホールド性もあるし。うん、あったんで。はい、まあ、実際に改めて使用を山中さんの方から、うん、金額とかもちょっと気になりますよ ね、はい、あ、そうですね、ぜひちょっとお願いします。はい、まあ、この GRB の使用は、まあ、HKS の GT3 タービンが入ってて、まあ、他ですね、まあ、ブローフとかいろいろターボ給排気も全部やってあります。でエンドレスの前後キャリパーもついてます。レイズの C2 パシもついてます。なんとですね、価格の方が、まあ、こちら今 5.8 万キロ 5.9 万キロ近いですけれども、車両本体価格が330万円、乗り出しが350万円ということで、まあ GRB の中だと正直、まあ、ちょっとね高めの価格設定になってるんですけれども、うん、内容を考えていただければ正直ひろきさんお買い得じゃないですか。まあそうですね、これやってあるのだけでぶっちゃけ200万近くかかってるんで、うん、それ考えるとだいぶ安いのかなと。はい、はい、これだと状態も結構いいですよ。外装の傷とかもへこむもないじゃないですか。走行距離もそうですし、前のオーナーがそんなサーキット乗ってない、普通に一般道でたまにこう峠行って流す程度って言ってたんで、だからそこまで負荷がかかってないのかなっていうふうには思います。はい、ということでぜひこちらの GRB 江崎さんも乗ったということで、さらに今日ね価値がつきました。プレミアム、私のお太ももで、はい、はい、乗らせていただきました。はい、なんか言ってますけど、まあ、そういう女の子なんですよ今日は。ああ、そうですね、今日はって言った。今日男の時に言われてた。じゃあ今日はそう、モテる車、女の子目線でっていう企画なんで、はい、あ、わかりました、はい、そういう目線で。じゃあこれモテ度何点ですか、100点中。まあ、スバルってとこ、はい、まあ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 、入れても100点中ですかね。はい、100点中、もう70は
あると思います。だって、ね、後ろの席もついてて助手席もね。じゃあそこの足りない30点は足りない30点、まあ、足りない30点まあ、まあ、70点は高いというところで高いです高いです、はい、じゃあということで次の車も行ってみますか。はい、はい、まだまだありますから今日、はい、いっぱいありますからね、はい、どんどん行きましょう。はい、はいはい、ということでまず1台目は GRB というところで案内してまいりました。はい、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。